お疲れ様です。選挙の結果もうびっくりですよ。河野太郎さんがダントツでトップ当選してますね。神奈川15区、2位以下の佐々木克美さんとか宇都宮悟さん、藤田周一さん、こちらの方全員足しても河野太郎さん一人にかなわない。河野太郎さんあんな悪い人なのにいいんですかね。この人国民の敵でしかないですよ。なんでこうなっちゃうんでしょうか。別に神奈川の方にね、もうなんだか選択能力がないとか情報弱者だっていう指摘をしたいわけでもないですし、そういった指摘はまた外れだと思うんですよ。現実河野太郎さんとつながる人が多かったっていうのはこれまでの河野太郎さんのね、まあ間違っていたであろう道ではありますけども、それが実績となって数字で表れていることでもありますし、それからやっぱりね、佐々木克美さん、宇都宮悟さん以下他の候補者さんがなかなか票を伸ばせなかったのは、私たち国民の選挙に対する無関心、そして見たことのある顔に投票してしまうっていうね、まあそういったあの悪い選挙行動のまあ結果でもありますからね。でこの中で宇都宮悟さんっていうのは、まあ、とんでもなく大切なことを私たちに伝えてくださってるわけなんですけども、まあいかんせんね、河野太郎さんみたいに爆弾発言をしたりとか、いろんな立場から切り込むっていうね、大臣という立場から切り込むってことがなかったんで、どうしてもね知名度で負けてるわけですよ。でも今私たちはインターネットってものを手にしてますから、本当ならね自分たちで必要な情報を取りに行けると思うんですよ。で私も YouTube で発信している以上、宇都宮悟さんのことをもっともっとね取り上げていくべきだったかなと思います。この候補者の中で一番若くて自分の未来に、この国の未来に責任を持てる方だと思うんですよ。でもう今回は結果が出てしまったんでもうどうしようもありませんけどもね、やっぱりこの辺りから、やっぱり私たちは、本当に選ぶべき人を選べる、そんな目を持てるといいなと思います。まあ、河野太郎さんにね話を戻しますと、この人が政治家である以上、私たちの国民の暮らし、市民の暮らしに安息の日々はないと思うんですけども、どんな感じでしょうかね。まあ、それでも河野太郎さんが選ばれたってことはなんかねいいところがあるんでしょうね。私には全く分かりませんけども、何か河野太郎さんこんないいところがあるよってことがありましたらね、いつまでも気づけない私にコメント欄などでご指摘いただければと思います。よろしくお願いします。お疲れ様でした。